扉に鍵がかかってますね。さっき気流を止めた時に宝箱の中に鍵が入ってたよね。ああ、やってみるよ。開いた。それじゃあ中に入ってみよう。てい、この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。オッケー、頑張ろうね。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。これぐらいなら問題ないよ。それはまだまだいけるよ。ユキ、落ち着いて体勢を立て直そう。これで決めてやる。これで決めてやる。しまった。敵の体力が半分を切りました。さすがです。それはこれで決めてやる。パパ、敵の体力が残り少しです。ま、こんなものか。大したことないわ。よし、奥の扉が開いた。宝箱があるかもよ。お宝ゲット。ん、なんだろうこれ。パズルみたいだけど何かの部品なのかな。この後攻略するときに。この形は他のアイテムと合体できそうね。ええ、他のアイテムも探しに行くわよ。これで決めてやる。さすがだな、ユキ。本当にすごいな。
お兄ちゃん、こんなところにいたんだ。どうしたんだ、すぐ。ちょっと話したいことがあってさ。今日の晩ご飯の相談か。確か当番だったよな。違うよ、攻略の話。お兄ちゃんと行きたい場所があるんだけど。ああ、そっちか。やった攻略に行くのがそんなに嬉しいのか。だってお兄ちゃんってばいつも一人で攻略に行っちゃって、私は兄弟水入らずで行きたいって思ってるのに。すぐ、もしかして。すねてないもん。ほら、さっさと行くよお兄。はいはい。神級モンスターじゃないか。なんでこんなところにいるのかな。さあ、こいつ一体しかいないようだし、何かのイベントのフラグか。攻撃してくるサブリもないし、ここで動けなくなってるみたいだよ。ここに囚われている設定とか。なんだか苦しんでるみたい。モンスターといえどもちょっとかわいそうだね。し、どうしたの鬼。向こうから別のプレイヤーが来るぞ。え、どうしよう。とりあえず様子を見てみよう。うん。お、こんなところに邪神がいるぞ。お、本当だ。こいつなんか弱ってねえか。お、マジだ。ちょうどいいじゃねえか。ああ、前のクエストではコテンパンにやられたからな。その時とは違うやつだけど。だな、動かないなら倒せるだろ。ダッセーやつ。ちょっと待ちなさいよあんたたち。おい、すぐ。なんだお前ら。あんたたち、このモンスターを狩るつもり。無抵抗な上、苦しそうにしてるじゃない。モンスター相手に苦しそうなんて。俺たちはこいつの道理にやられた恨みもあるんだよ。そもそもこいつはモンスターじゃねえか。倒して何が悪いってんだ。横取りするつもりなんじゃないの。可愛い顔して。そんなんじゃ。そちらの言い分はごもっともだ。それじゃあこの邪神をどうするかは。お兄ちゃん。確かに君たちの言っていることは正しい。だけど俺たちは俺たちでこいつを助けたいと思ってるんだ。邪神を助ける。こいつ倒したらめちゃくちゃ経験値稼げるんだぜ。経験値なんて関係ないわ。はあ、やっぱりバトルで白黒つけるしかねえな。デュエルだろ。こっちは4人だけど誰が相手するんだ。ああ、もちろんデュエルでもいいけど、4人まとめて相手したっていいぞ。なめた口聞きやがって。今言った言葉後悔させてやる。ちょっとお兄ちゃん、4人を相手するのはきつくない。つい調子に乗ってた。しょうがないな。ああ、花からそんなつもりはないさ。うん。このくらい問題ないよ。この程度かすり傷だぜ。
てやる。こいつら強え。こっちは倍の人数なのに。俺たちの勝ちだな。悪いがこの邪神は諦めてくれ。チェ、仕方ね。なあ、もしかしてお前って。ん？なんだ。黒の剣士、スプリガルのキリトじゃねえか。マジかよ。っていうか早く気づけよバカ。トップランカーのキリトが相手じゃしょうがねえな。あとここに邪神がいることは他のプレイヤーには黙っておくよ。そうしてくれると助かるよ。それじゃ攻略の時はよろしくな。あ、じゃあな。アイドル顔負けの人気だね、キリトくん。やめてくれよ。でもこれでこの子はひとまず大丈夫だね。直近の危機は去ったけど、このままじゃいつまた他のパーティーに狙われるかわからないな。そうだね、早く何とかしてあげないと。あ、邪神の近くに石板があるぞ。本当だ、何か書いてあるね。魔に奪われし太陽と月、今ここにあらんことを欲す。どういう意味だろう。もしかして魔物に奪われた太陽と月を持ってこいって意味じゃないのか。太陽と月か。だろうな。ちょうど石板に2つ何かをはめ込むくぼみがあるし。でもどこにあるかさっぱりわからないよ。アルゴあたりなら知ってるかもしれないな。アルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるか。ああ、そいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今わかってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな、この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、わかった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月、そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、それらの石がある場所は正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。頑張ろう。ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。あのモンスター他のやつより強そうだな。あ、見てお兄ちゃん。となるとおそらくあれが太陽の石だな。そうだね。ああ、これで決めてやる。これで決めてやる。大したことなかったな。絶好調だよ。
近くで見るといかに綺麗かよくわかる。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんってばまたそういう夢のないこと言って。え？お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん気づかなかった。もうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。気兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん何ぼーっとしてるの。太陽の石もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。ああサンキューな。何どうかしたの。てい、太陽の石と同じで。スペン！クリアだな。絶好調だよ。これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。そっか。お兄ちゃんなんでそんな遠くにいるの。前回の失敗を生かして。前回の。ああ太陽の石をゲットした時のこと。なあ
妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思った。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさそんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ。どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というかいつまでくっついてていいのか。じゃあどっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど。お兄ちゃん、あ、あ、さて、月の石もゲットしたし、準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。ああ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか。いい、自分でやる。えい。石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。ほんとだ、光が。消えた。お兄ちゃん、邪神が女神に変わった。え、どういうこと。妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神。私を邪神の呪いから救ってくれて。あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ、太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで、本当にありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディンの妻。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは。お、俺？フリック様のご子息である、今は亡きバルドル様とウリ二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失い、ひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすれば、フリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリック様はあなたをお求めになるでしょう。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わり、フリック様を癒すことができるのはこの…それはダメ。すぐ。お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない。すぐ、エイリは NPC だから、そんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方がありません。え、おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。愛？しかし私はお二人に命を救っていただきました。フリック様の住まい、ベンサリル宮殿にいらしてください。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。楽しみにしてるよ。こちらこそ、またお会いできることを。消えたな。とりあえず邪神じゃなくて。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについて行ったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。
あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。そっか、エイルも納得してくれたみたいだし。うん。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん、勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。うん、これからも一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。